常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想などを書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、 Thanks ボタンでご支援ください、よろしくお願いします。あのチャイナがね、まあ、大変なことになってるということでね、またまあカウントダウンシリーズやりたいんですけど、今日はあのどこにいるかというとね、あのラウンジレンジ引き船というところで撮影してますんで、下に URL があるんでね、よかったらぜひご関心ある方ぜひ来てください。で、ね、まずねこれニュースなんですけど、 NHK でねこんなニュースが出ていたんですよ。中国新型コロナ死者少なく見せかけている SNS で批判ということですね。まあさもありなんという感じですけれども、こんな内容です。中国で新型コロナウイルスの感染が急拡大する中、政府の会見に出席した感染症の専門家が、基礎疾患のある感染者が重症化して死亡した場合は新型コロナウイルスによる死者として数えないことを示唆しました。 SNS 上では死者の数を少なく見せかけているとの批判の声が高まっていますということで、これ実はねチャイナの財新というメディアがね、中国語の報道ですでにやってた報道なんですけど、もうあの日本のメディアにも出始めたと、いうことです。それからあの香港のメディアがね、あのチャイナの、まあ、北京市内のね火葬場で、あの、まあ、たくさんの車がね車列を作って待ってるというようなことを報じたりとかいろいろしてね、で、まあこれはもっと広がってんじゃないのみたいな意見があったんですが、20日のですねチャイナ政府の記者会見でね、まあ、こんな余計なこと言っちゃってですねボロが出たと。実際にどんなこと言ったかというとね、専門家はね、新型コロナウイルスの感染者の主な死因は基礎疾患だと述べ、基礎疾患のある感染者が重症化して死亡した場合は新型コロナウイルスの死者として数えないことを示唆しましたと。でこれについて中国の SNS 上では、政府が死者の数を少なく見せかけているとして責任逃れだ、統計の マジックだと、ね、いう批判が高まっていると、いうことです。でこの件はですねブルームバーグも実は報じてまして、こんなねヘッドラインついてるんですよ。中国でコロナ患者の死亡急増か、火葬場に長い列、当局は定義変更ということでね、まあ、全く同じ内容です。火葬施設で高齢者と、高齢者の相次ぐ死亡に対応するため、職員の残業が、まあ、増えてるというネット投稿がありましたと。さらにですね、まあ、コロナの定義の、コロナ死亡の定義を狭めた、というね、まあ、当局の発言を確認してですね、混乱、実態隠蔽だという憶測が広がっているということです。でね、一応ねチャイナのその、まあ、感染症の最高責任者を務めるね王貴強さんという人ね、この方がねその会見で余計なこと言っちゃったんですよね。だからあの例えば他の疾患や心臓発作に、などで死亡した患者はコロナによる死亡とは、カウントしないということを明言してしまったそうなんですね。でこれまではですね、まあ、コロナ陽性で亡くなった場合はですね、いかなる基礎疾患があったとしてもコロナの死亡者として実は分類されてたそうなので、まあ、気がつかないで定義を変更していたということでね。でブルームバーグはですねこの中国国家衛生健康委員会を取材したそうなんですが、それによるとねこの定義は変わっていないというふうに説明していたそうなんです、その取材した時にはね。でも結果的にこの政府の会見でですねこの、まあ、王貴強さんがですねこの、まあ、チャイナの、ね、感染症の責任者がいや定義変えましたよということをポロッと言ってしまったんで、まあ、これが今大混乱になっていると、いうことです。でねこの財新の報じたニュースについてもですねこのブルームバーグが引用してまして、中国政府は今年に入り公に明らかにすることなくガイドラインを変更したと財新が伝えていたが、王氏の発言はこれを裏付けたということで、まあ、財新がですね中国語のメディアにね出していた情報、これ実はツイッターなんかでも上がってましたし私も知ってたんですけど、ちょっとまだ裏取れないなと思って黙ってたんですが、どうもこれは本当であるようだと、いうことでございます。いやーやっちまったなということですね。でそんな中ですね、まあ、チャイナの中でもねワクチンに対するですねこうなんかネガティブな、ね、情報がものすごいこう広まってるということで、これねロイターが報じてるんですね。まあ、そんなに感染が、ね、拡大するの嫌だったらワクチンもっと打てばいいのにとか思うんですけれども、なんかね根強いワクチン不信があるということなんですね。これ昨日のニュースなんですけれども、一昨日かな、ロイターはこんな風なヘッドラインつけてます。中国、感染症急増でも根強い国内製ワクチンへの不信感ということで、中国が新型コロナウイルスの感染症を徹底的に封じ込めるゼロコロナ政策を転換した後、首都北京で新規感染者が急増しており、やがて全土にも感染が広がっていく見通しだと。で、そのいろんな人のまあ証言なんですけれども、このね深圳でねなんかヘッドハンティングの仕事をしているキャンディスさんという方ね、まあ、本名か偽名か分かんないですけど、この人ね要はその感染よりもワクチンの方が怖いみたいなことを言ってるらしいんですね。
はい、でこのキャンディスさんはですね、まあ、移動しやすくなるということを期待してですね、シノバックの、ね、ワクチンを打ったんですけれども、まあ、友人を介してですね、さまざまな健康被害の情報を聞いてね、でそれで、まあ、なんか疑念がね、中国製ワクチンに対する疑念が深まったというふうに話しているそうです。これあくまでもロイターの報道ですよ。ロイターはそういうふうに言っていると。で、キャンディスさんは信頼してないと語り、地元で開催されているワクチン接種加速の取り組みへの協力を拒んでいると、いうことです。はい、でね、あの学会関係者によると、これは中国本土でも今なおいかにワクチン接種をためらう雰囲気が強いか物語る一つの例に過ぎないと。ゼロコロナ政策を事実上放棄しつつ、感染拡大に備えてワクチン接種率を引き上げようとしている中国政府にとっては頭の痛い問題だと、いうことです。ただね、公式発表ではワクチン接種率は 90% を超えているらしいんですけれども、追加接種を受けた、成人の比率と80歳以上の比率は 57.9% と 42.3% に低下と。ロックダウンや大規模検査といった封じ込め策が今後講じられないとすれば、死者がですね150万人を超えかねないと、いうふうにロイターは報じております。それからね、香港バプティスト大学のステファニー・サン准教授の話としてですね、中国は誰もが長い間非常に安全だと感じる状況に置かれていったため、非常に特殊なケースといえる。人々は何がリスクか、ワクチンにどのような効果があるのかを認識する必要があり、香港でもこれに時間かかったと、いうふうに述べております。いやー、これ結構大変かもしれませんね。はい、それからね、あとね、深センの医師のね、ケリー・レイさんという方がですね、国内製、ワクチンについて安全性は問題ないというふうに、まあ、あの医学会でね、チャイナの医学会では、言ってるんですけれども、ただね、外国製の mRNA ワクチンと、比較した場合ですね、なお効果には疑問があると、いうふうにチャイナのお医者さんがおっしゃっているそうです。はい、医師や教育水準の高い人たちの少なくとも半分は mRNA ワクチンを入手したいと思い、中国製ワクチンは拒否したのですが、すぐに中国製を接種するかしない、接種すると、分かって、それを受け入れたと。何人かの医師は、私にどちらにしても何の役にも立たず資金の無駄だとこぼしたと、いうことです。なんかマカオではね、この、まあ、外国製のファイザーとか、ね、モデルナのワクチン打てるらしいんですけれども、まあなかなかね、まあ、チャイナ全部の人がマカオに来るわけにもいかないので、ね、まあ、大変なのかなということでございます。でね、なんでね、まあ、チャイナがこんな風なことになってしまったかというとですね、もともとね、まあ、この欧米のワクチンはね、その、まあ、害があるとかね、そういう、まあ、偽情報ですよね。ワクチンに対する不信感を助長するような情報を拡散してたのがチャイナとかロシアなんですよ。でこれはね、去年の、まあ、4月にですね、 EU 委員会がね、このことをですね、まあ、指摘したということで有名ですし、あのアキラ、池上彰さんもね、こんなこと言ってるんですよ。はい、デマの出所はロシアと中国だった。新型コロナウイルスワクチンのフェイク情報が広がる知らざるからくりとはということで、池上彰さんのね、知らないと恥をかく世界の、大問題13に、ね、書いてあるらしいんですね。でこれによるとね、2021年4月、欧州連合 EU は、ロシアと中国の国営メディアが西側諸国のワクチンに対する不信感を強めるために偽情報を流したという報告書を発表しています。自国製のワクチンがあまりにも不人気なものだから、アメリカやドイツが製造したワクチンの信頼性を損なない自国のワクチンの安全性をアピールする意図があったというのです。ワクチンを受ける受けないもちろん個人の自由ですが、中にはフェイク情報を真に受けている人も多いようです。ワクチンは怖いものと信じている人はロシアや中国の情報操作にまんまと引っかかっているかもしれません、なんてことをですね、アキラが書いてるんですよ。で実はね、この欧州連合ね、この4月に発表したこのね、レポート、さらに更新しまして、去年の12月にですね、新たなレポートを出します。でそれに関連してですね、ラジオフリーアジアっていうね、まあありますけどね、まあ、アメリカの、まあ、どっちかというとそのチャイナに住んでる人にね、本当のことを伝えようみたいなね、そういう、まあ、ラジオ局ですけど、ここのねサイトにね詳しい情報があります。ちょっとね翻訳してね、皆さんにお届けしたいんで、あ、その前にね、あれだ、これロイターですね、ロイターの記事でね、その、まあ、EU 連合が4月の28日に発表した、ニュースに関してね、一応、まあ、アキラも、まあ、そういうの引用してるんですけど、ワクチンの安全性に関する懸念を扇動的に伝えるフェイクニュースを複数の言語でオンライン上に流し、欧州におけるワクチン接種と死亡例との間に根拠のない関連性を持たせ、ロシア製および中国製のワクチンが優れているということを、まあね、そういう偽情報を流したと。でこれはまあ、ロシアと、その中国がね、そういった情報操作に関与してたというのは去年の4月に出ました。でその後ですね、12月ね、さらにこの、レポートが更新されて、その内容がですね、そのラジオフリーアジアというところに出ています。でこれによるとね、
中国のプロパガンダや偽情報は欧米のウイルス対策への取り組みを批判するものから自国のウイルス抑制策を擁護し各国に防護具やワクチンを供給する取り組みをアピールするまで、ものまで様々だと。で、CEPA ね、まあ、これはあの、あの欧州連合ね EU のまあシンクタンクですけどもの報告書では、ほとんどが中国に肯定的で中国を注目の的としている、また国が支援する報道機関と、外交官の間で著しい内容の一貫性があるということでグルになってやってると、いうことです。でこれはねトランプさんとかバイデンさんにねチャイナを、まあ、名指しで批判された後にですねこういった情報がぐわーっと量が増えているということでもう間違いなくこれね政府として関与しているだろうと、いうことなんですが、12月の2日にね発表された新しい研究によるとね中国とロシアは、コロナ関連の偽情報とプロパガンダを広める上で中心的な役割を果たしているがその戦略はほぼ別個のものであることが分かったと。しかし最近になって、まあ、つまり去年の年末あたりから両国はお互いのキャンペーンを借用し増幅していると、いうことだそうです。で、チャイナはですね、多言語の国営メディア、ソーシャルメディアプラットフォーム、それから政府高官、オンラインネットワークなどを動員し、この大流行について非難されるべきは、中国ではなく、中国が、ウイルス対策で最も効果的なグローバルパートナーであるということをですね、世界に向けて発信しているそうです。その一方でですね、ロシアの情報ネットワークは主にですね、そのまあコロナと戦う西側の努力に対する信頼を損ね、緊張感を悪化させようとしたと。いうふうにこの研究は明らかにしているそうです。でロシアはですね危機を利用して外国社会の緊張を煽るというねこれも以前からのあるやり方らしいんですけど、まあ、これにほぼ忠実に従っていると。でこれに対してですね中国はロシアからのいくつかのツールを借用したが、異なる目的のためにそれを使用し自国の、記録を消去し世界規模で陰謀論を広めたと、いうことです。世界中のさまざまな政府や個人がワクチンやウイルスの起源に関連した偽情報を後押ししてきましたが数多くの研究や事件が中国とロシアがすでに流通している政治的に都合の良い陰謀論を増幅しコロナの起源に関する外国の偽情報を高める上でいかに広める上でいかに主導的役割を担ってきたかを、まあ、証明しているということでですね、まあ、結局ね外国に向けてですねその、まあ、ワクチンがねどうだこうだと西側のワクチンに対していろいろケチつけたことがですね全部こう自国製のワクチンに対する不信感になって帰ってきて、まあ、今チャイナはですね非常に苦労していると、まあ、感染症を抑え込むことに苦労していると、まあ、そんな中ね来年チャイナ経済は 6% 成長するなんていう勇ましいレポートが出てたんですけど本当に大丈夫なんですかね、まあ、今年下がりきればね来年ちょっとリバウンドあると思うんですけどね、まあ、その比較の対象がいかがなものかとは思うんですが、まあちょっとこの件ねプロパガンダ自家中毒の法則っていうねこれ小泉悠さんが実は八重洲イブニングラボに来ていただいた時にね言ってた話でプロパガンダやりまくってると自国民がそのプロパガンダで洗脳されてしまうみたいなねこう皮肉な結果が起こるので、まあ、なかなかですねその情報操作影響力工作っていうのはね一筋縄ではいかないということを覚えておきましょう。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね高評価のボタンそしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想などを書いていただきまして内容気に入ったらねThanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。